こんばんは。こんばんばはディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。お願いします。もう12月ですよ。早い。今年が、今年が終わってしまいます。そうですよ。もう、婚院屋の子としたはこのことですよね、なんかね本当に。ねえねえねえ。ちょっともうは、毎年早いすぎるの早いなって気がしてますけども、今日はね、ちょっと、過去最高、今までね、笑えない話をたくさんしてきたんですけど、うん 過去最高に笑えない話だなと僕は思っている、はい、今日のテーマは、えー、先日あったケンゾさんのエピソードということでちょっと聞きたいんですけど、はい、お願いいたしますそうですね先日、まあ、10月の終わりぐらいですかねはいまあ普通にいつも通り晩ご飯を作っておったんですよ休みの日平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 日ててで何を作ったか覚えてないんだけど、まあ、何かを切ってた、まあ、記憶あるんですよね、うん、何かを切ってました で、そこまでちゃんと料理をしているなという意識があったんですけど、うんうん、どっかのタイミングで何を思ったのか、うん、気づいたら手首に包装当ててましたね。<laughs> 怖いんだって、それ。あれはね、自分でもビビりましたよ、なんか。それ手首に包装当ててるので、はっってなるのそう、はっってなるお危ない危ない危ないみたいな。<laughs> うん、いや、危ないよ。<laughs> <laughs> そう、それなって、うん、ちょっと、これはやばい。うん、やばいよね。帰、うん、り、帰り症状だと思ったから。 あの、知り合いに、その、前、その、この精神科いいよっていうのを話を聞いてたことこがあったんですよ、実は。うんうん。知り合いが通っていて、私ここに通ってるんだ、みたいな。うん。で、聞いてたから、で、そこはなんかもう予約しないでも行ける。はい。し、夜でも見てくれるよって言われたので、うん。ちょっとまあ、行ってみようかなと思って。うん。で、電話して。だから初心はなんか予約が必要ですって言われたから、とりあえず予約して。はい。で、まあ、行きましたよ。 あのその手首を切ろうとしていた日から2週間ちょっとだったのかなうんうん、まあ。その2週間の間は特に異常なしだったんですか特に異常なしだったんですけど、やたらとでもね、刃物をね、ずっと見てるんですよ。<え>包丁とかナイフとかを。気になるんですよね、なんかずっと見てたから、うん、ちょっとしばらくご飯作るのやめましたもんね。怖いよね。<laughs> そう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 。で、まあ、行って、 で、その、ま、あ問診票。はい。ま、ストレスがどれぐらい溜まってるか、みたいなやつとか、どれぐらい眠れてるか、とか、うつ病のテストと、を、ま、やったんですよね。その、最初の診察の時に。で、やって、で、ま、あ提出してしばらくして呼ばれましたと、診察室に。で、まあ、そこにその問診票には、その気づいたら手首を包丁で切ろうとしてましたみたいなこと書いてあるたんですけど、うん あの、ありえないって言われたんですよね。ありえたのに <laughs> 何怒ったのに、ありえない。<laughs> ね、発生したのに、これはね、うん、聞いたことがないって言われて。うん、で、普通人っていうのはこう、死のうと思って死ぬもんだと。はい。だから、手首を切るんだったら、切ろうと思って切るもんだと。切ろうと思ってないんでしょって言われたから、そうっすね、もう気づいたら、みたいな。それ何分ぐらいの出来事って言われたんですけど、時計なんて見てないから、そんなの、いちいち。もうわかりません。 そそそうううわかりませんって言って死にたいんですかって聞かれたのでそんな直接聞かれるのそうそうそう聞かれたから死にたいですかって死にたいんですかって聞かれたからいやんか生きるモチベーションも別にないけどさ自殺してまで死ぬモチベーションもないですよって言ったらそれは別に普通ですよって言われて普通なんだ思想の問題かいうはこれは思想の問題だから普通ですよって問診票の結果ですけどうつ病の尺度も 点数的には別に正常ですと。もう許容範囲で死ぬほどのうつの、なんかあれは全くないですと。うん、で、ストレスチェックのやつも全くないですと。その死ぬようなレベルのストレスではないです。で、何かストレスを感じてることありますかって言われたから、まあ、仕事でなんかちょっとストレスちょいちょい感じますって。で、こういうシーンって、こういう場面でとか。うんうん、ここ前、このディスチャンでも話したやつで、話すかなって、あのペースメーカーのいた話をしたじゃないですか。はい ああちょっとるんですよねみたいなうんうん、うん、アイデンティティーをといってましたよね。ずっとその障害者として生きてきたのに、突然<う>みたいな。そう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 。まあそういうのがあるくらいですかねって言ったら。うん、あ、そうですかって。でもやっぱり人っていうのは無意識で死のうとはしないから全然わからんって言われて。そうなのそう。無意識でさ、死んだ人のさ、その意見なんか聞けないんだからさ。 かかんんんんなないいじじゃゃねね無意識で死んだかもしれ、ね、そう例えばなんかほら電車で飛び降り自殺がたまにあるじゃないですかかあれもなんかよくその遺品とか整理してると直前になんか定期券を交換あの更新してたりとかして,てるからうん、うん、普通死ぬ意識がある人はそこまでするかとよく言われたりするんですよねうん、うん、なんで無意識で死ぬこと俺あ,あるんじゃねえと思ってる派ではあるんですけど、うんまあ、もしくは衝動的にとかはあるでしょうからね、まあ、無意識と衝動とセットというかね、うん 要は長い間の無意識じゃなくて、一瞬の無意識で衝動でみたいな、ありううん、ケースとして全然ありうると思うんですよ、ねえねえただ、まあ、その無意識で体が動くのは2パターン病気があるらしくて、はい、一つは乖離性同一性障害、いわゆる多重人格。ただ、多重人格はそのよっぽど大きなトラウマ、まあ、虐待を受けたとか、はいはい、戦時下にあったとかでないと発生しえないしましてやもう30後半で出てくるような症状ではありませんと。 で、もう一個がその自動症っていうなんか症状、病気があるらしくて、うん、これも無意識で体が,んがん動いちゃう病気らしいんですけどああ。自動というのはオートマチックの自動の方ってことかね。多分オートマチックの方。うんうん、ただ、それは反復するらしいんですよね。何回も繰り返すと。で、俺の場合は今回1回だけだったから、それも当てはまらん。もうなんか分からんって言われまして。<laughs> 分からんって言われても、こっちも分からんね。<laughs> <laughs> <laughs> でも気になるから、一応3いや、気になるよ。うん そうか、3週間後に何かどうなったか話ちょっと聞かせてくださいみたいな感じで終わりました。あー、ってことはまた近々というか、行って、どこみたいなね。そう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 。でもなんか手首で切っても死なないからねって言ってましたけども、先生。死なないからねって言っても一人暮らしだからね。そう、しかもね、今、あのちょ心臓の薬で血が止まらない薬なんでる、ね。そう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 。なかなかね、出血がいっぱいあるからね。ね、死にますよね。いっぱい違うとね。たそ,そこはでも俺も先生に言ったのは、 もう自分が死のうと思って包丁を握ったら僕軽動脈切るんですよねって言ってます絶対死ねるから,から手首を切ろうとしたのは俺もわからんですよっていう話はしますね、確かに。無意識と。そういうことかそういうことか。うんさあ、本当に死にたいって意思があったらそんな死に方せんやろ、しかも。<laughs> そ,うそ,うそ,うそうそうそう。自分でその血を出してさ、死ぬってさ、結構しんどいじゃないですか。 そう割とでもあれはなかなかサクっていけるもんじゃないと思いますよ。なんかねえねえねえ。うん、いやー、なんでしょうね。ねえ、怖い、怖いですよね、本当ねに。いや、怖すぎるよ。まあ、だかんない怖さがあるからね、しかもこれにはね。そうそう,そう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 。あの時こう思ってて、ついついとか話もないじゃないですか。そうそう、じゃないじゃない。あれ気づいたらあれおお、みたいな。<laughs> 怖いって。<laughs> それそ,うそれがなんか一番怖いですよね、なんかね。うーん。ちょっとね。うん。 笑えないやつですね久々ねそう。なんかあるんでしょうね、なんかね、潜在意識の中で。ねまあ、ちなみに今日、ケンさんがテンション低いのはあれですよね、喉が良くないってやつですね。あ、そうです、あの今朝の起きたらあの喉が真っ赤に腫れてたっていうのは、病院。なのであの、皆さん、ケンさんがもう元気がないから、いや、これはいやもう死の前兆なんじゃないかと思わないでくださいねはい、もうまだあのしばらく生きる予定なので。はい <laughs> <laughs> セットになってるからね、もうちょっと自殺未遂の後にすげえもう破気がなかった人みたいになってるけど。声が超低いっていうね。<laughs> うん、別問題ですよね。うん、別問題。<laughs> いやーでも本当怖いからね、それ。だってね、お一人暮らしですから、発見がやっぱ遅れちゃいますからね。はい、そうなんですよ。衝動で行ったとしてもさ、その家族がいればそれを発見しますけど。そうそうそう そうなんですよね。怖いっすよね、<や>マジでね。いや、マジで怖い。今、今っていうか、もう最近、刃物見たら、ちょっとなんか、思い出したりするとかって、そういうのあったりするんですか、うん、それがね、なんかねその、この話を精神科に言っても分かってくれなかったんですけど、はい、無意識で体が動きます。で、自分でざっくりやって死にましたら、車輪にならないじゃないですか。車輪にならないね。だから、自分の意識があるうちに、ににねうん、そう。だから、自分の意識があるうちに、うん、とりあえず、うん 切った真似事をしてみるっていうので、無意識に納得させようっていうのを試みをしてるんですよ、しばらく<ー>。その包丁だけずっと当てて、当てるだけで赤くなるまで。うん、切ったりしないんですよ。ずっと当ててるだけで、と赤くなって、はい、これで気が済みましたかっていうのを自分の無意識に語りかけるようにしてるんですよ。自己暗示みたいな。どんだけ効果あるかわからんけど。うんだからそっち。それをちょっと今、試みてて、それで落ち着くかなみたいな。すごいね。<laughs> <laughs> 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 それをちょっとまあやってみて、やってみてるけど。その儀式も怖いよ。<laughs> この儀式もね、そもそもなかなか異常だなと思いつつうん、うん。安心するんですか、その儀式をしたら。安心もなんもしないです。ただ、なんかやっぱ痛いなと思いながらいや。痛いでしょうよ。包丁って痛いんですよあの、ね切。切らなくても痛いですよ、包丁って。てえー、痛いでしょうよ。鉄のさ、うん、金属をさ、こう。そう,そう。だから、ちょっとそれをちょっとやってみてて、やってみてるけど、効果あるのかとか分かんないから、やめようかな <laughs> そうねー、うん、でも僕もね、あのー、自殺未遂で言うとねはい、はい、18の時結構自殺願望があったんですよ。自殺願望あったことありますさん あ自殺願望はないかもしれない。あ自殺願望じゃねえや。自殺衝動があったんですよ。18歳の時。死にたいわけじゃないんだけど、あ死にたいわけじゃないって言ったら変だな。絶望はしてるけど、別にもう死のう、うん、死のうって思ってるとかではないっていう状態で、もう毎日嫌だなみたいな、<laughs> すごいストレスがあったわけです。18歳の時。うん、っていうのも、高校卒業して、僕はバンドをやろうと思ってたら、高校卒業。 とほぼ同時ぐらいにバンドが解散しちゃってうん、うん、でもう一緒にやってくれるメンバーもいなくなっちゃってうん、うん、しかも僕ベースだったんで当時 <laughs> ベースを取人でどうするみたいになっちゃったのと, <laughs> えっとバンドする気満々で進路をなんかアルバイトにしたんですよね。 だからマジでアルバイトのためになんかアルバイトしかないみたいになっちゃったわけしかもしたくもないアルバイトでみたいなそのバイト先の社員も結構や今思っても結構嫌なやつだなみたいな今のこういう感じだったらスルーできるみたいなう,うまくスルーしつつあのポジショニングでどうにかするってできたと思うんだけど当時だいぶ弱ってたからすごい嫌味を言われながら なんてもう毎日嫌ない気持ちになってるみたいな時だったんですよ。はい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 。団地に住んでたんですけど、だから団地に限らず高いところにね、<あ>行くと、窓を見たらね、窓から、ね、飛び降りたくなるっていう衝動がね、起こってたんですうだからそれを止めるっていうのが一時期あったんですよね、18歳の頃。で、今振り返ってもやっぱやばかったなと思うのは、うん、バイトに行く時に朝、 うんうん、靴ひも結ぶわけですよ、靴履いてね、スニーカー。靴ひもがなんかね、気に食わないと。おおおお。結べてる感じがしないとか、うんうん、左右が非対称だとか、うんうん、なんかすげえ気になるわけ。あもう脅迫神経症です、ね。そうそうそう、脅迫神経症。もう本当に、もう当時、気づかなかったけど、うんうん、で、もう2三30回靴ひも結び直すから、バイトに遅刻するんですよ。あ、はい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 。やばいでしょ。やばいやばい、病院コース。 でしょでも気づかずにそれをまあそういう時期を過ごして結果自然と治ったんでよかったんですけどまあそういう時期がありましたっていう報告でした。ありますよありますよ。あるあるあるもう俺もだってストレスで自律神経ぶっ壊してもうあの何人がいるとこダメとか暗いとこダメとか出てましたね。そういうのもあったから全然ねありますあります。とかっていうのとは全然違うでしょ今回の 今回ち、違いすぎますね。予つにすぎねえねえ,ね,えねえねえ。なんか、全体的にもう絶望してて、なんか、ついつい、みたいなのでもないってことですもんね。そうです、そうです。怖っ。怖いですよ。しかし、無意識ってなんかあるんだろうな、っていう気は、なんか、してるんですけどね。なんか、それはわかんないじゃないですか。本当に無意識があるかどうか、そもそも。そういう思いが、わか,かんないですよね。うん、切ってみたいっていう好奇心の可能性もあるしね。ね。 の自殺願望と,ちょっとあの死にたいというよりはなんか血を見たいみたいなさリスカ的な <laughs> そう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 ,そうリスカもなんか話してたんですけどそのリスカの人はだいたい血を見て安心するから切るんだよねって話しててでも俺完全にその無意識だからそれは当てはまらないまし血を見て安心したいから切ったわけじゃないでしょいや違う気づいたらこう当ててたっていう話っていうね 完全に分かんないですよね電車にその飛び込む人って無,無意識かもしれないけど、うん、まあ衝動かもしれないけどうん、うん、もう嫌だっていうことなんですかねその一言で表すともうこの人生嫌だ疲れたみたいな感じだからうんかもしれないですよねなんかねだからそ,れその一言が何かみたいなのはちょっと分かんないですよねもう死にたい疲れた系なのかうん、うん、血出たらどうなるんやろ みたいなさ、いろんな多分パターンのセリフがあり得るじゃん。<laughs> うんうんうん。だからどう、どうれなんでしょうね。ちょっと切ってみよっかな、なのかもしれない、ね。そうそう切。なんか切ってる人結構いるけど、切ったらどうなんだろうみたいな、実験の気持ちなのか、うん、本当に絶望しきってて無意識は、うんうん、もう終わりにしたい。みたいな感じ。でもそれだったらさっき言ったみたいにさ、確実に死ねる方だよね。そう,そう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 。首とかにさ、当てててさ、やばっ、腰の落とせた、みたいなやつじゃんうん。 そうそうそう。ちょっとね、マジでわかんないですね。手,手首っていうか、手に当ててたみたいな。そう、マジでわかんない。ぶっ壊れてるんですね、多分ね。なんか、セカンドオピニオン、行ってみたらどうですかですね、なんか行ってみようかな。別の病院。聞いてみた方がいい。なんかとね、リスナーさんで詳しい方とか、もしいらっしゃればね、そういうやつ。リスナーさんで私、優秀な精神科医ですって言ってたら。ねえねえ、<laughs> うんうん、ちょっと。 いたですよねあのそういうのってこう,こ,うこういう事例があるんですよとかもしあるんだったらそうそうそう,そう、うん、だってき確かに聞いたことはないですよね自殺願望は本人の自覚がなくてんか予兆みたいなものもなくてそうそううんといきなりうつでもなくてみたいなそう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 でいきなり包丁を手に当ててたみたいな切ってはないんでしょ切ってないです切ってないです確かにね ねもう不思議ですよね、なんか。もう今年はなんかいろいろありすぎてね、ちょっとやばいっすね。まあ年ねね年始から結構入院してみたいなやつでしたもんね。そう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 。確かにな、今年大変でしたね。でしたよ、本当に。その最後の最後で。<laughs> 最後の最後。自殺未遂まで <laughs>。<laughs> そうですよ。自殺未遂なのかどうかもわかんないですけどね。<laughs> そう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 ,そう、うん、なんか当ててて危ねえなっていうなんか状況がありました <laughs> っていう話いやだいぶ危ないけどね <laughs> そうそうそう大事なないけどね結構ここまで来るてもやばいねさすがにねうーんちょっと危ないと思うようんちょっと危ないと思うけど無意識だからね、うん、何んともし仕方ないですもんね,ねそう一応その病院紹介してくれた人に、はい、まあこうこう結果だったよっていう一応お礼のメールはしたんですよはいはいそしたら その先生、表面だけ見すぎじゃねっていうなんか返事が来たので、やっぱそう思うんだなと思って、俺もそんな感じがするなと思って、確かに。うん深いところまで掘り下げて聞くとかは全然得意なかったからね。だってさ、それで本当に自殺したらさ、うん、結構大問題ですよ。俺、それ考えたんですよね。俺、死んだらこの先生どうするんだろうなといやいや、また違う意味で死のうとしてるで <laughs> 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 うそうそうそう。<laughs> よくありますよね。警察に駆け込んだけど、なんか。うん 対応がされなくて、その後それで殺されてしまいましたとかいう話とかさ、うんうん、結局最初に、まあ、病院とか警察とかいろんなあれ、ね、しかるべき専門機関にこう行ったのに対応してもらえなかったがゆえにこう防げたものは防げなかったもたってあるからちょっと怖いからね、やっぱセカンドオピニオンぜひ聞くと。そうですね、セカンドオピニオン行ってみましょうかね。ねえねえそれか、あれじゃないですか。あの それを解明するまでありとあらゆるあの精神科とか心療内科、全国のあれを渡り歩いていくっていうスタンプラリーみたいにさ、貯めていって、コメントを全部こうエクセルにまとめていってさ、うん、<laughs> 確かに確かに。ま、無意識の自殺願望についての、あのうん、なんていうの、いろんな、なんていう見解をまとめていくっていうの面白いですけどね。<laughs> 確かに、ここの先生はここいい、またここの先生はここいい。 でなんていうの出身の大学とかさ、何を専攻してたかとかこう調べていくとあ、こういう傾向が出るんだな、うん、みたいなさ。<laughs> 確かにエビ、エビデンスがある、ないみたいな、ねうん。そうそうそうそ,うそ,う <laughs> それでは何か面白そうだな、想してもらえやってみようか、筒浦裏,裏い,やいやいやいや、本当に、ね、やってもらいたいぐらいあの謎を解明してほしい案件ですね、ちょっと心配なので、これは。そうですね、もうはい。うんうんうん ちょっと大事にっても難しいけど、まあね、ハモの家から、こうね、あんまり家の中に置いとかないとか、気を,気をつける範囲で気をつけてもらったら。そうですね、気をつけましょう。ます。まあ、しばらく料理も控えていただいてね、なるべく。ですね。気をつけてください。なんか、情報し持ってる方いらっしゃったら、コメントをだければと思います。はい、さよなら。さよなら。